ばんは。今日もまた市川に来ました。道の駅市川です。今日は車中泊です。この前のポータブル電源 240HW ですね、あれをちょっと試しに来ました。まあ自宅でねやってもいいんですけども、せっかくなんで車中泊久々にやっていこうと思ってます。あ、なんか結構駐車場いっぱいだ。あ、よいしょ、到着です。はい、今日はジャックリーさんのこの 240WH ですねの一番小さいポータブル電源で、電気毛布が一晩動くかどうかを試しに来ました。容量的にはですね十分、一晩持つと思いますし、自宅でやればいいというね、声もあると思いますけれども、久々にね仕事が早く上がれたので、道の駅市川まで来てみました。はい、では挿していこうと思います。こちらね挿してスイッチをオン。で、メモリーは一応中でいきます、ね。はい、今の容量が 100%、はい、上がインプットです、下がアウトプットですね。少し減っちゃいました。 99% になりました。はい、では一晩このまま使ってみます。朝にはここが何%になってますでしょうか。おはようございます。ただいまの時間が9時12分です。車内の温度が 12.8 度、 58% です。いやー、よく寝ました。はい、それでバッテリーの残量はというと 6% です。100% からやって約10時間ですね。10時間使って残り 6%、 あ、一晩使いますね。夜中のですね1時か2時ぐらいですね、車内の温度見てみたら、1度をですね下回ってたんですよ。 0.5 度ぐらいだったかな、 0.4 とか5とか6とかその気ぐらいだったんですけども、全然寝る分にはね全く、支障なく暖かく寝れました。電気毛布はすごいですね。はい、今回ジャックリーさんの一番小さい240の、ポータブル電源で電気毛布を一晩使えるかどうかを試してみました。23時から朝の9時まで約10時間ですね、電気毛布を動かしてみて、問題なく寝れることが分かりました。容量的にね240だとちょっと少ないかなと思いますけれども、一晩使うには全く問題ないですね。でこの上に400とか700があるんですけれども、それを購入されればもうちょっと余裕があると思いますね。朝食にパンを焼いて食べて帰ろうかと思ってましたけれども、ここの道の駅は人気があるのでね結構混むんですよ、日曜日なんか特にですね。なので他のお客さんの、ね、迷惑ならない時間帯にさっさと撤収して帰ろうと思います。一晩お世話になりましたので、ここで、ご飯を食べていつものニンニクを買って帰ろうと思います。今回はこれで以上です。ありがとうございました。ニンニクあるかな。お、一つありました。あとは何これ、ハバネロ。いちご買って帰ります。お弁当がありました。電子レンジでチンします。お弁当といちご買いました。あとニンニクも。